はい、今日は5月17日、水曜日、仕事帰りですね、一年を見立てに来ました。今日はね、気温がね、35度ぐらいありますね、今ね。くっそ暑いですよ。もう夏かっていうの。汗流したいと思います。はい、水でした。今からね、ご飯でも食べに行きたいと思います。一の湯水戸店を出て車で約10分ですね。目的地は右側です。お疲れ様でした。福田屋さんですね、お食事処福田屋さんのね、肉の福田屋直営店。たくあん、マカロニサラダと、こちらが煮物ですね。こちらです。唐揚げとバラ、僕の障害かな。いやね、めちゃくちゃうめえ。やっぱりやっぱり当たり、また来たい。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、今日は5月18日木曜日、仕事休みです。今はね、宇都宮市ですね。時刻は、10時51分です。今からね、ご飯を食べに行きたいと思います。今は左手がね、作新学園のところですね。目的のお店は、もう少しですね。今はこの五国通りを走っております。場所はね、定かじゃないからね、どの辺にあるのか、まだ分かりません。もうそろそろみたいですね。あ、これだこれだ、串角書いてあった、これだよね。目的地は左側です。お疲れ様でした。ただ駐車場どこに止めんだろこれ。あ、奥にあんのかもしれない。ね、なんとかこちらの串角さんの専用駐車場見つけました。これ行きましょう。日差しが暑いわ。こちらですね、こちらですよ。自分のダブルセット B 定食。ダメだ、よだれがたまる。まあそうだ、それが天ぷら。すげえ。自分のカツですね。これこの量、構成構成すぎる。すごいよこれ。え、すげえ。まずは勝負ね。かかったうまい。うどんだね。うん、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 
ちゃうかな。いや食べた。いややべえよ。これ1時間かけてここに食べに来てよかったわ。めちゃくちゃ美味しかったです。今日は5月20日、土曜日、仕事昼休憩中ですね。嫁チキショーがね、お弁当を作るのにご飯を炊き忘れたので、今ねご飯を、食べに向かっております。こんな近くにねちょっとご飯屋さんあるの知んなかったんだけど。じゃねっか。これはカフェだね。どれなんだろう。これか。もしかして。これ？あ、やってねえ。マジか。やってない森の家さん。定休日です。ね、定休日だったんで仕方がないので、近くのねコンビニのこちらですね。手作り弁当、ミックス弁当ですね。374円、超激安の激うま弁当です。いただきます。今日はね、5月21日、日曜日、仕事が休みです。ただいまの時刻は、8時48分ですね。踏切です。ご注意ください。朝一番でね、くつろぎ空間うららさん来ました。今日も、もみほぐししてもらいたいと思います。ね、今日は、30分の、ボディケアを受けたいと思います。いやー気持ちよかった。何回も寝ちゃいそうでした。ありがとうございました。久しぶりにね、こちらですねロックシティに来ました。ね、久しぶりに、ディグしたいと思います。これいいな。これキングズ、これいい。これ動かないんだね。買いましたよ。久しぶりのゲットですね。ではね、ハードオフで買ったものを紹介したいと思います。まずはこちらですね。こちらです。あの子供の頃ねドラえもんの映画見に行くともらえたあのドラキューとかの、多分映画館の入場でもらえるおまけですね。こちらが220円です。はい、こちらですね。こちらが、ドラテック定価880円、エポックから出てる、ブック、なんですか。こちらですね、エポックブックゲーム、要するに本の形状になってるゲームですね。このねジャケットの絵がねちょっと渋かったんでね、購入金額は1100円です。ラスト1つ、もう1個よいしょ。こちらですね、ミッキーマウスの、ウォーターホリデー、あのウォーターゲームです。こちらがトミーから出てますね。調べると1980年代かな出たやつ。これもねなんかね変わってるんですよ。このペアキャッチミラーっていうのがついてて、ここにね鏡がついてるっていう。で箱も綺麗で中身もね綺麗だったんで買いました。こちらの購入金額は、550円でした。以上になります。久しぶりに、ハードオフのねはしごですね。水戸南インターテインに来ました。2軒目のね、水戸南、インターテインでも買い物してきました。まずは、こちらですね、ウッドペッカーノートですね。こちらは、1964年と書いております。で、通りの金額は、確かこれなかったかな、持ってないな、持ってないですね。で、今の価格は330円。それと缶バッジですね、天才たけしの元気が出るテレビの缶バッジです。こちらが330円。これがもう一個缶バッジ入ってまして、裏側は、太郎&次郎となっておりますね。とりあえずこの2つを買いました。でハードオフでね、買い物をしてきて、今ね、ご飯を食べに向かっております。およそ400メートル先、目的地は右側です。時刻はね11時37分ですね。このお店もね食べに行ったことないんですけど、店の前を通った時に気になっていて、いつかね食べに行こうと思ってたところですね。川田食堂さんですね。目的地は右側です。お疲れ様でした。あ、満車、人気あるね。
ちらですね、牛タン定食2000円500円ランチ、こちらです。今日のお、日替わりランチは豚ロース生姜焼き。豚ロース生姜焼きね、900円、食べてる人はね、600円定食食べてる、あ、500円か、600円か、食べてる人多かったですね、美味しかったです。今日は5月24日、水曜日、仕事帰りですね。2年前に作った名刺なんですけど、なくなっちゃったんで、作りに来ました。ということでね、30分経過しました。じゃーん、ね、これ以前もね、100枚作ったんですけど、なくなっちゃってね、今回はね、200枚作りました。街でね、あったら、お渡ししますので、よろしくお願いします。今はね、東台1丁目ですね。で、今向かっているのは、ご飯屋さんなんですけど、今向かっているお店は、あの、木曜日と日曜日が定休日で、自分の休みの日が定休日なんですよ。なんでね、ちょっと、食べに行ってみたいと思います。こちらです、友部食堂さんね、無邪気の前やってるかな、この時間やってる。ごちそうさまでーす。いやー、友部食堂さん、ガチうまですね。しかも、ガチ盛りですね。ちゃんぽんが有名みたいですけど、今日はね、肉、味噌、野菜、ライスを食べまして、また食べに行きたいですね。ごちそうさまでした。マロチャンネル。